はい、チャット GPT VS Google 検索っていうことで、どっちで検索する方がいいんでしょうか。ユーザー体験と検索パフォーマンスを比較してみましたっていう記事でご案内します。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティング IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するために有益な情報をお届けしますということで、今回はですね、最近ちょっとね、僕こういうのが多いですけど、まあ比較するような記事があったんで、ちょっとまあチャット GPT と Google 検索どっちが実際に便利なのかっていうところをね、なんか、調査した、内容の記事を見つけたんで、それを見ながらでご紹介しようかなというふうに思います。はい、今回の内容です。はい、はじめにっていうのと、検索ツールとしての検証で、研究の方法についてっていうのと、研究結果についてっていうところと、まとめでお話しようかなというふうに思います。はじめにです。カワゴンの方ですね、チャット GPT 関連の動画の方を作っております。100近く作ってますんで、もしよかったらこちらの方もご覧ください。あとですね、プロンプトエンジニアリングの、テクニックについても動画たくさん作っております。こちらの方もご覧ください。基本的にも AI 関連はいろんな形でちょっとご説明とかもしてますんで、もしよかったらご覧ください。で、あとですね、プロンプトエンジニアリングの勉強会なんかもやっております。ご興味ある方 LINE 登録してもらえば無料の、勉強会の案内をお送りさせていただいております。 LINE 登録していただいて、勉強会に興味ありっていうことで、メッセージください。その方に勉強会のご案内をお送りさせていただいております。はい、では、検索ツールとしての検証ということで、まあ、今回の内容ですね、2023年と7月の24日に IT メディアさんにあった記事からです。どういったことかというと、米国マイアミ大学の研究者たちが95人集まって対象の比較研究をしましたっていうお話なんですね。で、これどういうことかっていうと、まあ検索ツールとしてですね、チャット GPT と Google を使って検証してみました、その結果こうですみたいな内容みたいなんですね。まあご存知の通り、 Google はですね、キーワードの検索とマッチングということでやってるのと、それに対してですね、チャット GPT はですね、会話ベースでアプローチをかけていろいろやり取りをして結果を得るっていうことなんですけど、まあ一応前提としてはですね、チャット GPT の方ですね、潜在的な欠陥っていうところも考慮に入れた上で検証していったみたいで、まあ誤った情報とかもあるんで、まあそういうのも踏まえた上で、じゃあ実際に検索したらどうなんのかっていうことをやったみたいです。で、研究の方法なんですけど、どんな感じでやってたのかっていうことなんですけど、はい。まずオンラインで、実施されたらしいです。で、先ほども、ご説明した通り、95人の参加者が3つの情報検索タスクを、やってみたと。で、チャット GPT のグループに分かれて48人。で、Google のグループに分かれて47人で検証してみましたっていうことなんです。で、実際にその検証した結果っていうことがどんな感じになったのかっていうところがすごく興味深いところなんですけど、はい。で、まあ、チャット GPT、Google のサーチのパフォーマンスを比較っていうことでやってみましたっていうことで言われてるんですけど、チャット GPT はですね、やはり分かりやすい質問のタスクで、高いパフォーマンスを示したっていうことを言ってるんですね。で、実際にチャット GPT がタスクの実行にかかる時間っていうのも大幅に短縮されて、平均時間1分未満で全部調べれたっていうことなんですよ。で、しかもユーザーがより直感的な方法で情報を得れるんで、まあそういうところが良かったねっていう研究結果が手に入ったみたいです。はい。で、それに対してですね、 Google 検索はどうなったのかっていうと、まあ Google 検索の場合はユーザーが自分で検索クエリを作成しないといけないということもあって、何度も試行錯誤を繰り返しながら何度も関連性の高い結果を見つけるように努力してやってたんで、やはりこの辺も時間がやっぱかかってるっていうところがあったんだっていう研究結果になったんですね。まあでもこれ見てはる人ね、思うんですけど、僕もそうなんですけど、まあこれ分かってるよ、そんなん分かってるよって、当たり前じゃないのってね、チャット GPT 使われてらっしゃる方だったらそういうふうに思うかなっていうふうに思うんですけど、実はこっからなんですね、研究結果で面白いのが。はい、まあ、チャット GPT の場合ですね、実はこの結果から言えることっていうところで、
まあ、異なる学歴を持つユーザーの検索パフォーマンスを、均等化する効果がありますよっていうことが言われたんです。で、これってどういうことかっていうと、まあそんなにね、あまりその知識がない人とかでもチャットのやり取りをすることによってね、検索するっていう意図がすごくスムーズにできちゃうよっていうことなんです。ただですね、やっぱりこのチャット GPT の場合はハルシネーションといって事実を確認していく作業っていうのもあるので、まあその場合も踏まえて言っても、よりなんて言うんでしょう、小学生みたいな人でも、大学生みたいな人、社会人の人でも同じように検索をするときにパフォーマンスが均等化されるよっていうことを言われてるんです。で、それに対して Google の検索っていうのはどうなのかっていうことなんですけど、やはり Google の検索っていうのは学歴とかに、検索パフォーマンスとの間に差があることが分かった。だから学歴に大きく依存するっていうことが分かったらしいんですよ。まあ、要は頭のいい人が使えばそれなりのパフォーマンスとして検索できるよ。でもチャット GPT は、まあ簡単な話、バカな僕でも、川子みたいなバカな僕でもできるよ。でも Google 検索は賢い人が使うとよりパフォーマンスが上がるよっていうことなんですね。ただし、まあ、あの使いやすさの、まあ知覚レベル的に言うと同程度だっていう結果にはなったんです。で、ここで、もう一つね、面白い内容は、まあ、ちょっとまとめの方の方で言おうかなと思ってたんですけど、今回ちょっと短いんであれなんですけど、川郷のようなバカはですね、チャット GPT 使いやがるやと。ね。学歴に関係なくね、できるから、チャット GPT の方がいいよっていうお話なんです、これね。だがしかしなんです。はい。実はね、この研究結果の一つでもう一つ言われてることがあるんですよね。あのチャット GPT っていうのはやり取りをして、ね、それで、結果が分かって、あ、これで分かったっていう風な感じになるんですけど、実はその、研究者たちの結果でもう一つあるのが、そのチャット GPT の場合は何回かのチャットを繰り返して、でその結果が得られるわけなんですよ。じゃあ、まあある程度これやっちゃうとね、もうそれ以上、あ、これでいいや、分かったからみたいな感じで探求心がなくなって、それ以上求めなくなるらしいんです。で、これが Google 検索の場合はどうかっていうと、あれ、こうかな、こうでもないな、じゃあこうかな、こうでもないな、こうかなみたいな感じで、どん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 知識とかも増えながらで検索していくらしいんです。ね。ってことは、僕みたいなバカなやつはチャット GPT 使ってね、ある程度2、3個チャットやってね、で結果出て、あ、なるほどね、これで分かっちゃったわって言って理解した風になっちゃうわけなんですよ。で、それ以上の知識が増えないんですね。なので結果バカなまんまだということなんですよね。わかりますか？で、僕この動画で何が言いたいのかっていうと、まあ Google 検索をやるっていうところで言うと、やっぱりいろんな調べながらね、いろんなものを見たりとかして知識がやっぱり増えていくわけなんですよ。実はこう検索するだけでも、勉強してるっていう風な感じの、捉え方とかでもいいかなとも思うんですね。ああでもない、こうでもないで、じゃあこの内容が何だったのかなっていった説明、してもらったり、調べたりとかして、いろいろこう探求するわけですよね。そういう知識がどん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 ついていくんで、やっぱりその辺で、まあ学力とかも向上していくのかなっていうのもちょっと思うんですね。ただチャット GPT の場合は端的に、例えば紅茶の美味しい入れ方なんですかって聞いたら、綺麗に答えてくれるんですよね。で、そこに結果が出ちゃうんで、まあそれ以上ね、あ、これで入れれるんだ、あ、わかった、ラッキーみたいな感じになって、例えばね、紅茶の種類とかダージリンとかね、なんかハーブティーであったりとかね、なんかいろいろそういう種類、アッサムとかいろいろあったりとかしても、その内容っていうのは全然わからなくて、ただやり方だけが分かってそれで満足しちゃうっていうね。で、それ以上の探求がないから、それしかわからない、結果バカなんですよねっていう僕みたいなやつを量産するんじゃないかなと思って不安になったんで動画にしてしまいました。はい。で、皆さんどうお考えでしょうか。はい、ってな感じで、はい、すいません、今回ちょっと短いんですけど、皆さんもビジネス応援するようなこんな感じの動画、今回ちょっとしょうもないかな、ほんまに作っております。365日毎日投稿しております。
もっともっとハウトゥー動画とかいろいろ作ってるんですけど、たまになんかこんな感じでちょっと手抜きしたりとかするかもしれないですけど、手抜きじゃないから。まあ、でも今回なんでね、僕どうしても動画にしたかったっていうのは、やっぱり 100% まあチャット GPT がまあ便利だっていうことだけで言われてるんですけど、僕はそうじゃないのかなって思ったんで、この動画にしたんです。皆さんどうお考えでしょうか。その辺またよかったらコメント欲しいです。はい。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。